ハンスケの家はいつも死因としていた彼は独身で トラという猫が一緒に住んでいる。どんな稼ぎをしているのかわからない。時々小さな風呂敷包みを持ってどこかへ行き、帰りにはその包みが大きくなっている。日用品とか食べ物に違いないので、出かけるときの包みには稼ぎのもとが入っているのであろう。とすれば、一日中うちにいるのだから、 内職をしているにはそういないのだが、何をしているかということは誰にもわからなかった。半助は五十絡みで、髪は青年のように黒々と濃いが、体はしなびたへちまのように痩せていた。血の毛のない壁土色のおもながな顔は小さく、いつも誰かに殴られるのを恐れているような、卑屈なおどおどした目つきをしていたし、 人と話すときにはそれが一層際立って見えた。彼はいつも誰かに謝っているようだし、自分は自分自身の体の後ろに縮こまっているようだ。外を歩くときでさえ自分自身の体の後ろからそっとついて歩くように感じられた。まるで指名手配でも出されている人間みたいだなあと、 退職刑事の泉小六が言った。きっと叩けば泥の出るやつだぞ。それを聞いた八祖の斉田先生が後で笑った。叩いて出るのは誇りだ、と斉田先生は言った。泥は吐かせるというものだ。退職刑事もどうやら怪しいな。半助は近所付き合いをしない。 たまに訪ねてくるのは別の町内にいる六ちゃんという少年とこの町で小屋の兵さんと呼ばれる男の二人だけであった。兵さんは半助と同年配で10日に一度ぐらい訪ねてくるのだが格別用があるわけではないらしい。小半日近くいる時でも話し声はほとんど聞こえないしたまに聞こえるのは 茶をすする音か天気のこと、景気のよし悪しなどで、何のために訪問し、何のためにそうしているのか、どんと理解がつかないのであった。半助は、この町の誰よりも早く起きて、井戸端で洗面をした後、東の空に向かってかしわでを打ち、経験に目をつむって頭を三度下げながら、口の中で何かつぶやく。 願い事をするのだろうが、何を祈願するのか、ブツブツつぶやくだけで内容は聞き取れない。それから、二つのバケツに水を汲んで帰る。というのが日課の始まりで、これは季節や天候に左右されることなく、毎日きちんと行われた。極めて稀に、井戸端で人と一緒になることがある。おはよう。 と相手が呼びかける。いつも早いね、半助さん。すると半助はたちまち肩をすぼめ、卑屈にお辞儀をしながら相手の機嫌を取るようにおどおどと返事をするや否や、二つのバケツを下げて自分の家の方へ小走りに去るのであった。半助の生活は虎と呼ぶ飼い猫とだけ密接につながっていた。 とは言っても特に変わったところがあるわけではない。一般に猫好きとか犬好きとか言われる人たちの中には常識外れな例が少なくないが、それらの人たちに比べるとハンスケとトラの関係は極めて平凡なありふれたものに過ぎなかった。ただ人付き合いをしないハンスケがトラとだけは話をしたり、一緒に飯を食べたり、 ともねをしたりするところに密接なつながりという感じがするのであった。朝早く夏でも暗いうちに半助は目を覚ます。虎子、と半助は呼びかける。そろそろ起きようかね。掛けやぐの裾の方で丸くなって寝ている虎が目を開いて主人の方を見る。 半助はヤグの中で伸びをし、大きなあくびをしながら体のどこかをかく。虎に呼びかける声も囁ささくようだし、あくびをするにも声は出さない。起きてヤグを畳み、戸棚へそれをしまうにもほとんど物音をさせない。これらはすべて大切な重病人がそばに眠ってでもいるように注意深く。 ひそやかに行われた。それから着替えをして井戸端へ出るのだが、立て付けの悪い格子と雨戸を開ける音だけは、半助にも防ぎようがなかった。腹が減ったかいと彼は七輪で飯を炊きながら言う。待ってろよ。もう少しだからな、トラ。トラは、にゃーと鳴くが、 口を開けるだけで声は出さない。小さなニュームの鍋で飯が炊き上がると、同じような小鍋で味噌汁を作り、その間に漬物を出し、お膳の支度をする。今は田舎でも見かけない古風な蓋付きの箱膳で、中に食器が入っていい、蓋を返して箱の上に乗せると、そのまま食膳になった。 終われば食器は布巾で拭いて元のように箱の中へしまうから勝手まで行って洗う手間が省けた。半助は綺麗好きな方だがそれでも時たま布巾を洗うだけで満足していた。虎は半助のそばを離れない。勝手でも部屋でも彼について回り体をすりつけたり、 彼の手や足へ冷たい鼻を押し付けたり、座ればその膝へ乗ったりする。半助は徹底した菜食主義で、出汁をとる鰹節以外には、魚も肉も絶対に食べない。虎にも漬物を格屋に刻んで、飯に混ぜたものを与えるだけであった。魚や肉はな、体に毒なんだよ。 と彼はトラに言う。魚だの肉を食べると命を縮めるだけだ。野菜と米の飯を食べてさえいれば病気にも取りつかれないし、寿命だけは必ず生きられるものなんだから。トラはにゃーと声を出さずに泣き、主人を見上げる。それはまるであなたの言う通りです。 知らない世間の奴らは哀れなもんですね、とでも言っているようであった。飯を食べるにも、半助は茶碗や箸の音をさせない。誇張して言えば、物を噛む音さえさせないのである。従って、その様子は食事をしているというより、盗み食いをしているという風であって、何かを喉へ使いさせるとか、 むせて咳をするなどということは全くなかった。朝飯を済ませると、半助はすぐ仕事にかかる。何を作るかは半然としないが、小さいけれども、菓子材の頑丈な小机と、小刀や各種ののみ、糸の子、特別にあつらえたらしい小さな万力、三種類ほどのりなどが道具で、 材料は上質の象下と鉛の延べ棒だけであった。極めて細かい仕事と見え、片方の目に時計屋が修理の時使うような筒形の拡大鏡をはめ、机にのしかかって慎重に入念に細工を進めるのである。その様子は何かの仕事をしているというより、 荘厳な真似でも行っているという方がふさわしく見えた。仕事の間も物音は立てない。霧を使い各種の飲み、糸の子の類を使ってもほとんど音が聞こえないのだ。小刀で象幣を削るときには、ごくかすかに柔らかな擦れ音が出るけれども、それでさえそばへ寄ってじっと と耳を澄まさなければ聞こえないのであった。それはよほど大切な、しかも秘密な仕事なのだろう。小屋の兵さんでさえ、それらの道具を見たことはない。兵さんが来れば部屋へ通すが、どこへどう隠すものか、頑丈な小机以外には、これといって目につくものはなかった。兵さんの他に、 部屋へ通すものは絶対にないし、中通りの六ちゃんが来ても、霧りだらけの障子を少し開け、顔を半分だけ出して話す、というのが常のことであった。何をするにも音を忍ばせ、食事の時に箸の音さえ立てず、ひっそりと息を潜めているような生活の全部は、すべてその仕事をするためのトレーニングであるようだ。 その仕事の大切さと秘密を要することと、さらにその細工が極めて微妙であるため、気境動作からしてそれに順応するように自分を鳴らしている。というのが真相のようであった。虎は主人が仕事にかかるのを見届けてから、机の脇のところで眠るか、外へ出かけてゆくかする。眠るときは俗に工箱を作るという形で、 横ににななることはめったにない。外出したい時には主人の膝へ体をこすりつけたり仕事に熱中している主人が気づかない場合には「あとかすかに泣いてみせ主人が障子を開けてくれるまで待った外へ出たトラは悠々ゆうゆうと歩いていく彼は黒っぽい三毛猫で体もたっく ぷり超えていて大きいし、顔もサッカーのボールくらい大きくて丸かった。半助が勝ってからでも七年になるそうだが、十年以上の年寄りだというもの。もうそろそろ化ける頃だというものもあった。トラはボスのナンバーワンであった。主人の半助が必 一人と自分自身の後ろに縮こまっているようであるのと大切的に、虎はいつも堂々と威張り返って何もかも気に食わん。とでも言うような目つきで悠々と好きなところを好きなように歩いていく。彼の縄張りがどこまで広いか見当もつかない。この界隈は元より中通りから本通りの方まで 彼の勢力圏に入るようだ。言うまでもないが、これは実力で獲得したものであり、この範囲内ではかなり古参の犬でさえ、彼にちょっかいを出したため、片目を失ったり、耳を食いちぎられたりしたものが四五匹はいた。今では挑戦するような犬もいないし、たまにそんな愚かな奴が現れても、 彼の方で暴力を振るうことはなかった。単に立ち止まってじろっと見返すだけでいい。相当頭の悪い喧嘩好きな犬でも虎のその目つきを見るだけで尻尾が下がってしまう。自然に尻尾が下がり、今日はまたなんて嫌な空模様だろう。とでも言いたげに天の方を見上げたり、 または急に用を思い出したといった様子であらぬ方向へ走り去ったりするのだ。彼が暴力を振るうのは交尾器だけである。今でもその期間には彼がいかにボスのナンバーワンであるかを現実に見ることができた。ここに一匹の耳良きメス猫がいるとする。 まず若いオス猫たちが彼女を囲んで恋のセレナーデを競い合い、具体勝った奴が彼女に近づくのをきっかけに彼ら独特のレスリングが始まる。もっと経験を積んだ猫たちはそんな軽薄な真似はしない。若い彼らが独唱したり格闘したりするのを黙って見ている。そうして弱敗どもが戦い疲れた自分に、 自分がそこにいることを主張し始める。それからミドル級の勝ち抜き戦になり、終わりのヘビー級となると、一対一か、せいぜい三者対立くらいで勝敗を争うことになる。しかしもしもそこにトラが出てくるとすると、ヘビー級で勝利を占めた選手も、決して自分の選手権を主張しようとはしない。 すぐさま自分の権利を虎に譲って他の恋人を探しにかかるのである。鳳引きには相当賢い猫でも多少は頭に来ているから中には虎に挑みかかる勇士もある。その時こそ虎は平成とっておきの喉を存分に解放するがその共感の凄まじさは形容しようのないものであり。 牙を剥き出した顔つきの凄まじさもまた形容を絶するものであった。それでもなお頑張ろうとする奴がたまにはいるけれども、そいつは間もなく体中から血を流し、毛をむしり取られ、ビッこを引き引き自分の愚かさや大事な時間を無駄にしたことを悔やみながらそこから逃げ出してゆくのであった。我らの町から出た虎は、 今荒れ地を横切り中通りを歩いていく。超えていて大きいから歩きぶりも重々しくゆったりしている。左の前足を出すときには左の肩肉がクリクリと動くし、次には右の肩肉がクリクリと動く。脇見などはほとんどしない。何もかもわかっているのだ。ここが靴の修理屋で次が荒物屋で、 その隣の下田屋には犬がいるが、それは臆病者のめめしいやつで、孔子の中で気違いのように吠え立てるが、ちょっと睨んでやると、まるでどこかを噛まれでもしたように、キンキン悲鳴を上げながら土間の隅へ隠れてしまい、すると顔の青ぶくれたような彩君が出てきて、血のみごをあやすような甘だるい声で何か呼びかける。うん。 ここを噛まれたんだ。とそいつは訴えるようなクンクン声を出す。あいつです。あの悪い猫が僕のことを噛んだんですよ。いつもなんです。よしよし、大丈夫よ。とそのサイはそいつを抱き上げてトラの方を睨む。またトラのやつだわ。なんて憎たらしい面をしてるんだろう。しっし。 あっちへ行け、悪い野良猫だよ」「虎は警部にも値しない」と言いたげにひげを震わせてそこを去る安屋親の近所には2匹のオス猫がいるし甘露堂という大層な看板を掲げた駄菓子屋には猫でも犬でも生き物さえ見れば石を投げたり棒で叩いたりする6歳ばかりの女の子がいる。 トラにはこれらすべてが退屈なほど見えすいていて、今さら注意を引かれたり、好奇心をそそられたりする対象は何もないのだ。ふん、いつもの通りだ、と彼はつぶやくようである。こんな変わり映えのしない生活を繰り返していて、よくも奴らは飽きないもんだな。中通りを北へ行くと橋がある。 折割りにかけた石の橋で、二筋目の横丁を構わず通り抜けたところに本通りがあり、流行のトップを行くと称する各種の商店や貴金属店、服飾店、キャバレー、銀行、百貨店、レストランなどが軒を並べていい、道の中央に市電、車道にはトラックや自転車、多種多様な自動車などの往来が絶えなかった。 トラがここへ来るには目的があった。それは、この本通りを横切った向こう横丁にある、天末という本格的な天ぷら屋なのだ。本格的と言ったが、それはお国さんのやっている五式揚げに対してのことで、事実はダ天ぷらであり、そのゆえにまた、下町の客には喜ばれていた。お座敷天ぷらの、 白っぽく上品に取りすました揚げ方は場違いだと下町の客は言う。狐色よりやや濃い色にパリッと揚げたやつこそ本筋で、もともと天ぷらなんてやつは下ものなんだ。近頃は職人も客もそいつを知らねえからな、などというのであった。虎は天末の天ぷらがひいきだった。 大きな店ではない。間口3メートル、奥行き6メートルほどの広さで、入り口の右側が板場、左が細長い土間で、テーブルが5つ、椅子がそれぞれ3脚ずつ置いてある。4客置くと通路がなくなるからで、食事時には入れない客がよく店の前で順番を待っていた。主人は55、6。 痩せた背の高い男で、顔立ちは五代目菊五郎にそっくりだと言われていた。もちろんずっと古い客の票が伝承されたので、今では五代目の顔など写真でさえ見ることはないが、そう言われればそうかと客たちは思うのであった。息子は二十六七。色が白く痩せていて、父親によく似た顔立ちであり、 父親と同じように無口であった。他に出前や雑用をする小僧が二人。奥のことは不明だが、店には女っ気はなかった。材料の買い出しから下ごしらえ、あげるのも客へ出すのも、この親子でキビキビとやっていた。トラは、この店の入り口へ来て、どっかりと腰を下ろし、天ぷらをもらうまでは動かない。 客が入ろうとすると、じろっと睨んで牙を剥き出すのである。何しろ図体が素晴らしく大きいし、サッカーのボールほどもある顔で牙を剥き出しながら睨まれると、大抵のものが入りそびれてしまう。ししなどと折ったぐらいでは動かない。水をぶっかければ素早く脇へ避けるが、すぐにまた入り口へ座り込むのである。 はじめのころだったが、小僧のひとりが竹ぼうきでもって打つ真似をしたところ、身を踊らせて小僧の胸に飛びかかり、獅子の爪でかきむしったり噛みついたりした。いやだよと小僧は悲鳴を上げた。おかないよごめんだよ他の小僧たちや主人、息子などが飛び出してくると、虎は貧瘍に逃げてしまった。 小僧はかなりな傷だったので、すぐに近所の医者へやった。医者は傷の手当てをした後、素行症というやつがあるから、病行症なんてこともあるかもしれない。と言い、何かの有効な注射を打ったそうである。幾日かおいて、虎はまた平然と現れ、そんなことがあったかしら、とでも言うような顔つきで、店の入り口へ腰を据えた。 あ、また来やがった。もう一人の小僧はびっくりして飛びのいた。親方、大変です。ちょっと来てください。これには主人も呆れたようだが、年の功だけあって、虎の居座りが何のためであるかすぐに察し、ちょうど揚げ残りの天ぷらがあったのを二つ三つ出してやれと命じた。石油館に客の食いかすがあるから、 それでたくさんだろうと小僧は言ったが、主人は黙って睨みつけた。猫もこのくらい権威者になるとごまかしは聞かない。そこらのざっとした人間などより趣味も思考もよほど洗練されている。ということを主人は知っていたようである。虎は三つの天ぷらのうちエビを残して穴子とキスの二つを食べると、 口の周りやひげなどについた揚げ油を左右の前足で丁寧になで、天末の人たちをではなく、店の方をちらと横目に見て、ゆったりと歩き出し歩み去っていった。へえ<ー>。と無口な息子が去ってゆく虎の姿を見送りながら簡単の声を上げた。言うことはねえな。 これがトラと天末との馴染みになるきっかけになり、その後は両者の関係がずっとスムーズに続いていた。店先に行きさえすればトラは必ず天ぷらのいくつかにありつけたし、痛めつけた小僧とも彼は病行症なんということにはならずに済んだが、格別トラブルは起こらずに済んだ。揚げ残りではあるけれども、 本筋の下町風天ぷらに満足したトラは食後の気だるい幸福感に浸りながらゆったりと木戸に着いた「今度も脇見などはしない世間は俺のものだ」とでも言いたげな顔つきで一歩一歩と本通りを横切ってゆく各種の自動車自転車市電など全然気にかけない トラックが走ってきてクラクションを鳴らす。図体が大きくて歩きぶりが悠々としているから、たとえ砂利虎の運転手でも目を引かれずにはいられないのだ。やい、そこの泥棒猫。と運転手はクラクションを鳴らしながら怒鳴る。どかねえと引っ殺すぞ。虎は走り出すだろうか。い,いな。 彼は逆に立ち止まってしまい、ゆっくりとトラックの方へ振り返る。なんだ、という顔つきで、じっと運転手を睨みつけるのだ。運転手も、まさか引き殺すわけにはいかないから、慌てて急ブレーキをかけトラックを止める。トラはそれを確認してから、おもむろに車道を横切ってゆくのである。 市電でも同じことであった。市電には正規のレール上を運行するという一種の特権を与えられているから、そんなことはないだろうと思われるが、運転手には感情があるので、やはり承知しながら引き殺す気にはなれない。やけなように警笛を鳴らした上、これも急ブレーキをかけて電車を止める。トラは、 それを振り返って見ている。軌道上に立ち止まり、大きな丸い顔を振り向け、何度という目つきで睨みつけるのである。自然が確実に停車するのを確かめてから、虎は悠然と歩き出す。ゆっくりと帆を運ぶので、左右の肩の肉がクリックリッと動くありさまが見えるのだ。 トラはこのように人間どもに対してさえ、ボスであるところの自分の権威を譲ろうとしない。いつも正面から現実にぶっつかってゆき、それを突き破り打ち勝ってゆくのである。ハンスケはこの事実を知っているだろうか。これを知ったら自分の生活態度を変えるであろうか。いつも誰かに殴られはしないかと。 ビクビクしながら身を縮め、息を殺しているような生活から抜け出すことができるであろうか。そうは思えない。トラが市電やバスを停車させたり、天末から天ぷらをせしめたりするのを見たとしても、自分の暮らしぶりを変えようとは思わないだろうし、まずトラと自分との暮らしぶりを比較する気にさえならないであろう。 半助は半助であって、自分なりに人生の重荷を背負っていたのである。ある時三人の紳士が、不意に半助の家へやってきた。いずれも背広姿で、一人はハンティングをかぶり、他の二人は無謀だった。三人とも見知らない顔なので、近所の人たちは好奇心に駆られ、それとなく様子をうかがっていた。 何か異常なことが起こりそうだった。人付き合いをしない半助の家突然そんな風に背広の紳士が三人も訪れてくるというのは尋常な出来事ではないからであった。だがこの期待は裏切られた。よう、やっぱりお前だったんだな。と紳士の一人が言った。ずいぶん探したぜ。 半助の声は聞こえなかった。上がらせてもらうよ。と他の紳士の言うのが聞こえた。じっとしてろ。手数をかけるじゃねえぞ。ついで何か器物の音がしたが、乱暴をするとか争うような音ではなかったし、半助の声は少しも聞こえなかった。要件は難しいものではなかったらしい。 やがて三人の紳士が半助を連れて現れた。紳士のうちの二人が何か風呂敷包みを抱えてい、半助を中に挟んで去っていった。紳士たちも半助も近所の人たちには言葉をかけなかったし、目を向けさえもしなかったそうである。なんだろう、どうしたのかね。と近所の人たちは言い合った。 あの三人は何者だろう半助さんの友達かしらねそれならこれまでに見かけるはずだな。友達ならさ。彼らは心の中で察していた。この町の住人なら、そんな時ピンとくる考えは決まっているのだ。間もなく島祐吉さんの隣にいる爆地打ち、高名な ちくまさ親分の身内だという徳さんが彼らの推察に裏書きをした。あの三人は刑事さ、と徳さんは言った。半助はイカサマ祭を作る名人なんだってよ。徳さんの言ったことを伝聞した丹波老人は優しい声でそっと笑った。刑事とはおかしいなあ。丹波老人は言った。 イカサマ祭を作っていたにしろ、刑事が三人も来るなんてことはないだろう。もしまた、イカサマ祭を作っていたというのが事実なら、と老人はなお言った。やってきたのは刑事ではないな。その道の商売人の手先だ。つまり、職業的博打打ちが、イカサマ祭でらきめにあったか、 あるいは半助の才が欲しいために住所を探し求めてきたか、どちらかであろうと老人は言った。するとハンス助さんはどういうことになるんですわからないなあ、私には。丹波ーは慎重に答えた。どこかへさらって行かれたにしても、後の方ならまず体に別状はないだろう。 人に知れないところにかくまわれてイカササ祭を作ればいいんだが、これが前の方だとすると無事では済むまいな。爆打でイカササ祭を使えば殺されないまでも体のどこかを詰められる。ハンスケは使ったのではないけれども、よほど巧妙な細工だとすれば二度とそんなものが作れないように。 やはりどこかを詰められるかもしれない。どっちとも言えないなあ、と老人は言った。まあ、そのうちにはわかるだろうよ。近所の人たちはしばらくその話で気晴らしをした。イカサマ祭については徳さんが各種の例を説明し、その中には人間技では作れそうもない細工があり。 どこまでが本当のことか疑わしかったが、それだけになお、ハンスケの日常のひっそりした呼吸さえ忍ぶような生活ぶり。決して人付き合いをしない明暮れが、これで初めて分かったと彼らは語り合った。ハンスケが連れ去られてから五六日して、ジャンパーにズボンという格好の男が二人来て、ハンスケの家の中を片付けて去った。 前に来た三人とは別の男たちで、隣の住人にも何一つ言わず、勝手に家の中へ入り、何かごとごとやった後、雨戸を釘付けにし、口笛を吹きながら去っていった。虎はどうしたろうか。俗に猫は家に着くと言われ、飼い主が移転しても家について離れないそうであるが、 空はそんな俗説には関心がなかったのだろう。家の周りで幾度か泣くのを聞いた人はあるが、その後はさっぱりと姿を見せなくなった。きっと半助さんの後を追っていったんだよ。と近所の神さんの一人が言った。三日飼われると死ぬまで恩を忘れないって言うからね。それは犬のことさ。 と別の神さんが言った。猫なんか恩のおの字も知り合うしないよ。猫にできるのは化けるくらいのものさね。半助はついに帰ってこなかった。